屋の車の話。テリー土屋の車の話始まりました。土屋さん、はいはい、知ってますかこれどんな番組か。まあ一応は、うん、ざっと見ましたよ。本当？プロジェクト X のパクリですよね。でもそんな感じで、はいはい、でもあれですよね、嬉しいですよね、このなんか車のね、そうですね、ことね、番組ができるっていうのは、おぎやはぎ以来じゃないですか、こういう番組できるのって。なるほど、そうか、まあ、あれとはまた違ってね、はい、もうちょっとですね、品のいい番組したいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組なんですけれども、それこそ、まあ、車業界でね、たくさんの方がですね、働いているんですけども、はい、その方をですね、毎回ゲストをお呼びしてですね、まあ、裏話とか、はい、そしてね、いろいろまあご苦労とか、いろいろ聞いてみたいなというふうに思ってるんですよ。いや絶対面白いと思いますよ。いいですか。はい、土屋さん全然苦労してないでしょ。何言ってんですか。めっちゃ苦労してますよ。何が苦労してるの。干されてばっかですよ世の中。あ、そうなの。そうですよ。だってほらドリキン男だからさ、ええ、だって名前はすごいじゃないですか。名前だけ。いや本当に本当のこと言うと干されるんだから、うん、何が干されるの。もう日産の GTR ってこんな車だよって本当のこと言ったら2年間干されたり、カーオブザイヤーってこんな組織だよって言ったらクビになるし、うん、いろいろだから大変な人生を送ってんですよ。それさ、だから俺のことをプロジェクト X でやってほしいぐらい。そうなんだ。そうですよ。いない。いやでもなんかでもだから逆にね、それこそまあ土屋さんのことを信じてるというかね、はい、読者の方とかね、はいはい、ファンの方たくさんいらっしゃるじゃないですか。そうですね。ね、それでね、まあ、土屋さんが言ってることだったらまあ本当だろうとか、はい、っていうことですよね。そういうことです。そういうこと。だからファンはいるんですよ結構。ああそうですよね。はい、で僕ら二人ですとね。番組は先へ進みません。そこでね、一緒にやってくれる伊藤さんですよね。はい、好きな車種はマセラッティのグランツーリスモです。アシスタントさせていただく伊藤入りです。よろしくお願いいたします。マセラッティと紹介されないかと思いましたよ。一番嫌われるタイプですよ。なんでですか。だってさ、マセラッティの売るなんてそうはいないですよ。金かかる女ですよ。ね、だからそうですよ。それ言っちゃダメだよ。いや、スポーツカータイプだけどこう、うん、優雅、あと上品さ、そういうものを感じるじゃないですか。色気というか。それはそうですよ。それはそうだけど、例えばデートした男性にね、私マセラッティ好きなんですって言った瞬間に、多分みんなね、ワゴンワールド来てると思いますよね。そうするとそう簡単にはね、いかない。ちょっとこれ惹かれたことない？あとはセンチュリーとかも好きなんです。センチュリー、センチュリー好き。はい、なんだろう、こう俳優さんに例えると舘ひろしさんみたいな、こう渋くて色気があって。うん、マセラッティは斉藤匠さんみたいな。いや国会議員じゃない。いやでもいいですよね。確かに今のね、新しいセンチュリーってかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。あれいいですよね。久々のそれこそトヨタの大ヒット、うん、ね、そうですね。そうですよね。いくらすると思ってんだよ。もう見るだけでもね、もうありがたい。2000万ぐらいですか。2000万ぐらいですね。2000万ぐらいしますよね、はい、マセラッティいかがですか。マセラッティも2000万ちょっとですね。多分土屋さんは、まあ、それを職業にしてるじゃないですか、そう、それを職業にするっていうのは、はい、実はさっき言われたみたいに大変ですよね。そうですね、うん、僕はほらそれこそなんか自分でお金出して買ってるわけじゃないですか、しがらみがないから結構好きなことが言えるんですよね。いや本当に。まあだから芸能界では、うん、テリーさんか、うん、所さんですよ。車好きは僕はね、無駄遣い多いですよ。そうですよね。もう本当に無駄遣いで、もう今年もう2台買ってます。何買ったの。今年は2台買って、はい、売りました1台も。すでに飽きたの。ね、ロンドンタクシー買ったんですよ。おお、いいでしょ。いいいいいい。ロンドンタクシーを買って、はい、中を全部、はい、まあ、ちょっとロンドンっぽくして、うんうん、周りもですね、はい、それこそユニオンジャックのをこれやって、はい、でやったら、うん、急に愛が冷めちゃったんですよ。はぁーはぁーって言っちゃいました。仕上げたのに。そうだ、ちょっと僕はダメですね。だからもう作り上げちゃったから、うん、それ以上の夢がなくなっちゃうんだよね。多分僕みたいな人っていると思うんですよ、車好きで。いる。もうね、ありますよね。いるいる。鈴木アグリ。あ、アグリさん。もうフェラーリだろうがカウンタックだろうが、うん、買って1ヶ月で売っちゃうみたいな。ただ僕の場合はそんなにお金があるわけじゃないから、そんな高級車は買わないです。
今日もね、はい、そんなテリーさんが今日は愛車のお写真を持ってきて、うん、はい、いただいたということで、最近買った車なんですけど、これなんですよ。売ってない方の車。どうですかこれ。渋い渋い。かわいい。錆びついたこの、もう錆びてるわけじゃないですよね。これ本当。だからエイジング加工してないんです。そう。これ本当に錆びてる。これね。じゃあボロじゃないですか。本当だ。ボロ。ボロなんですよ。ボロなんですよ。でこれバンこれね、何かあれかっていうと、はいはい、メキシコ製のビートルなんですよ。あ、そうなの。メキシコ製のビートルって実は全く人気がないんですよ。ないの？ないじゃないですか。だってみんなドイツ車だから。普通、まあそうですよ、ね。だからバカにされるんですよ。天井ももうほら、いろいろ、はいはい、焦ってるでしょ。焦ってる焦ってる。でも、ね、これがね、エンジンがものすごい調子いいの。いいんです。はあ、でポルシェをですね、チューンアップしてる人にちょっとエンジンだけちょっとあのやってもらって、うんうん、走りは最高です。まず見た目はボロなんだけども、はあ、乗るといいという。いいでしょこれ。いい、いい、渋い。そうなんですよ。これはね、ちょっと最近乗ってこのね、色の合わせ方がいい。え、いいですね。自然で。でこれどうしたかっていうと、横浜の方で車屋さんに7年間、はい、もう雨だらしになって置いてあったんですよ、はい、で僕はこれ売り物ですかって言ったら、うん、いや売ってないけどずっとあるんだよなって、はい、じゃこれ売っていただけませんかって言って、うん、その30万円で買いました僕は。でこのね、初代ビートルっていうのも実は今ものすごく高くなっていて、うんうんうん、あのその中でも30万円っていうのは非常に安かったんですよ、はい、それで少し前なんか変えたりして、それでもどうだろうな、50万円ぐらいかけて、うん、あの今の現在のしました、うんうん、横浜で買ったんで、僕の家が世田谷なんで、はい、第三京浜に帰ってくるときに、はいはい、もう危なかったです。でそのままフラットフォーに持ってって、はい、直してもらって、うん、それでまあ戻ってきたんですけども、それからもう最高の調子ですね。掘り出しましたね。はい。あ、もう綺麗綺麗。あ、いいでしょ。お、なんかテリーさんっぽい。そうそう、あのこれはあのシートね、うん、ボディカバー、あ、シートカバーつけて、あとステアリングもね、ちょっとの、うん、ウッドで、ウッドで変えて。ね。うん。ああ、テリーさんらしいこれ。いいでしょ。テリーさんが乗ってるのがすごく想像的です。このポップな感じが。お、そうそうそう、はい、こういうの好きなんで。おしゃれおしゃれ。そうなんですよ。まあこんな車乗ってるんで。まあでもね、これ。最近車は購入されたりとか。俺も28年同じ車乗ってんの。28年。えらい。カローラ一筋。トヨタカローラ。ずるい男だね。何がずるい男だよ。もう一筋だって。やるでしょ、1台乗ってるけど、でもメーカーからじゃん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 、土屋さん乗ってくださいって来るでしょ。それは来ますよ。ほらそうですよ。いやだからカローラは3台持ってる。あ、そうなの。そうそうそう、トヨタカローラ、うん、スプリンタートレノ、うん、スプリンターレヴィン、うん、で、あ、昔のね、はいはい、で、今の現行のトヨタ86、うん、あ、86持ってる。86、3台。どこに置いてんの。ガレージに、こういうガレージに置いてます。こんなガレージは家にあんの。家にはないですけど、友達のとこ、俺の車を置かしといてって頼めばなんとか、嫌っていうやついませんから。いいね、これですよ。いじめれてるって言ってんですけど、誰がいじめてるんですよ。違うって違うって、仲がいいやつに、うん、あの俺の車を置かしといて、メンテナンスもしてねって。あ、だから25万で買って1500万かけましたよ、うん、あ、そうなんですよ。そんなことあるんですか。いや、そういうことってあるんですよ、ね、あるんですよね。ありますよ。もうだからだから2台ともそうですよ。 AE86 の方は、うん、カローラスプリンタートレノレヴィン、どっちも25万で買って、どっちも1500万以上かけてますよ。あ、そうなんです。トレノとかレヴィンってね、ちょっとわからないと思うんですけども、まあ、今やね、伝説の車ですよね、はい、そうですね。もうあの頃、それこそ、まあ、ちょっとやんちゃな人たちが買いたくて買えなかったやつが、どん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 月日の中で値段が上がってって、まあ、それはまあ箱塚とかね、そうそうそう、ああいうのもそうなんですけども、どん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 なんか神格化してってことですね、うん。まあ、だから兄弟車、スプリンタートレーノ、スプリンタレヴィンって兄弟車、うん、ザ・ピーナスみたいなもん。そう、知らないですよ。ザ・ピーナス知らないですよ。だからカローラっていうね、まあ、大衆車、大衆車なんですけども、その中でも走るという機能をね、あの当時って、まあ、今はそんなにないんですけども、うん、車を走らせる、速く走るっていうのがトレンドだった時代ですよね。そうです。その時に、まあ、そのなんとかな、買えなかった人たちが年を取っていって、そうそうそう、お金持ちになって、
あれ買ってやろうかなって、これギターもそうでしょ、はい、ね、ギター高いギター買えないなと思ったんですけど、うん、金持ちになると買ったりね。だからみんなやっぱこう成功したら、うん、みんないい車に乗ってるんじゃない、うん、その野球選手もサッカーも、うん、あのスポーツ選手って大体こう車に興味があるんですよ男って。そうですよね、うん、ある時代ずっと好きですよ ね、 ね。だから芸能人のお笑いの人たちもそうじゃない、うん、成功したらやっぱりいい車にみんな乗ってんじゃない、ポルシェだとかね、うん、先ほどあの SUV とかね、ああ今人気なってきてますよね。 SUV 人気、ね、SUV ってわかる？ SUV、 SUV マセラティが好きなんですいいんですよ、まあね、さあお二人の、ね、車愛が止まりませんけれども、そうですよ、はい、この番組ゲストの方がね毎回いらっしゃるということで、はい、そろそろゲスト紹介に参りましょうか。何やってんの、多分もう、ね、呆れてますゲストの方そうだよね、いつまで2人で喋ってんだよ、何喋ってんだって、はい、ということで記念すべき第1回目のゲストは自動車サプライヤーとして世界トップクラスを誇るテネコジャパン鶴山修司社長です。あ、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺会社行ったことあるの。あ、そうなんです。横浜の会社行ったの。うん、すごい開発してますよ。あ、そうですか。すごい、もう地味なんだよね。そうなんです、地味なんだけど、はい、すごい開発してる、うん、どんな会社かね、ちょっと僕は正直言ってよくわからないので、はい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 、今日いろいろ教えてください。よろしくお願いします。名前は知ってるけど詳しくは知らないという方も、ね、多いと思いますので、うん、まずは、テネコジャパンの紹介 VTR ご用意しましたので、はい、そちらをご覧ください。お願いします。こんにちは、テリーさん、土屋さん、はじめまして。テネコジャパン人事の野中武史と申します。今日はテネコジャパンのご紹介いただけるということで、私の方から当社の会社説明をさせていただきたいと思います。テネコ本社はアメリカ・イリノイ州にあり、グローバル売上高154億ドル、日本円に換算して1兆7200億円の自動車部品のグローバルサプライヤーとなります。世界で自動車部品の売上シェアランキングはトップ10入りしております。現在約7万3000人のテネコの従業員が世界で働いております。内燃機関、いわゆるディーゼルガソリンエンジンの排気処理システム、車のサスペンションユニットの一部でスプリングの動きを抑制するショックアブソーバー、ピストン等のパワートレイン製品となります。そのアメリカテネコ社の日本法人である当社テネコジャパンは、本社を神奈川県横浜市に置き、2012年には県機能機向けの排気処理システム製品を生産する国内初の工場を大阪に開設しました。また2016年には同じく国内初となるテクニカルセンターを横浜市に開設し、こちらでは主にディーゼル・ガソリンエンジンの排ガス処理システムの設計、テスト、解析、試作品の作成、並びにショックアブソーバーの試験等を行っております。テリーさん、土屋さん、よろしくお願いします。最後だけ元気、最後だけなんか元気よね最後だけあのほっとした顔してましたよ ね、 ねそれまではもう原稿棒読みテリーさん、どんな会社か分かっていただけました か、 いや、でもびっくりしました。すごい、そうでしょ、すごい会社ですね。一般的にはほぼ知られてないと思います、はい、そうですよね。じゃあ山本さん、お若いですよね、うん、ありがとうございます。なんで社長になれたの。実はね、まあ、ここだけの話あまりやりたくはなかったんですけど ね、 ね、はい、そこら辺も含めて、うん、そのテネコジャパンの代表である鶴山社長の経歴をご紹介したいと思います、うん、はい、うん、1989年、イギリスの大学を卒業すると、イギリス電装部品のセブコンに入社、うん、イギリスの、ね、大学、はい、どうしたもんだ、はい、EV 向けに電圧などの制御ユニットを手掛ける、うん、2000年代になると、うん、日本法人の社長に就いたものの転職を決意。油圧制御部品メーカーを経て、オープンカー用の屋根システムを手掛ける、うん、ドイツカルマンの日本法人に転じました、しかし2009年に親会社が経営破綻、買収したオーストリアのマグナシュタイヤー傘下に入り、日本の営業部長に今度はつきました、はい、うん、開発から営業に行かれたんですね。そうだよね、うん、そして2012年にアジア太平洋地域の営業担当副社長に昇進、うん、2015年アウディジャパンに営業本部長として入社、うん、2017年にテネコジャパン営業本部長として入社し、
2018年より代表取締役社長に就任されました。すごい経歴ですね。はい、スタートは EV 電気自動車から始まったんですね。はい、そうです、はい、ね、こんな時代に EV ですよ。いや、そうですよね。もう今から30年以上前ですもんね。そうですね。バカにされなかった、こんな時代に EV です。もうおっしゃる通りです。EV といっても全く見向きもされなくてですね、本当に一部のメーカーさんが細々と開発をされていたり、この我々からするとこの時代に EV やってるっていうと窓際ですよ。おっしゃる通りです。まだね、新しい、ね、エンジン、そう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 、皆さん当然ですけどね、レシプルエンジンをもっともっとね、はい、これでなんか伸ばしていきたいという時代ですもんね。僕またすごいなと思ったのは、2000年にね、日本法人の社長に就いたにもかかわらず転職してますよね。これね、社長にいた方がいいじゃない。これどういう逃げたの？簡単に言うとそういうことなんですが、当時まだ40歳手前でして、やっぱりこう営業で皆さんとお話しするのが楽しかったんですね。はい、この EV の開発もそうですけども、当時窓際ではあったもののですね、やっぱりこう情熱を持った車を良くしようという方々とこう接することが非常に楽しくて、片や社長業になりますと、なかなか弁護士さんですとか車両士さんですとか、そういった仕事が多くなってしまってですね、この時代にはまだまだ少し現役でまだ少し自動車業界をですね、勉強させていただきたいなと思いました。いや、でもそうやってこのものづくりからこう売る方に回って、その両方を経験してるからこそ得られるものってありそうですね。そうですね、さまざまなアングルから自動車業界を拝見させていただきましたので、本当にいろいろな思考を取り入れてですね、今の開発につながっているのではないかなと思っています。で、そこからアウディに行ってんですよ。アウディジャパンに。どういう心境の変化なんですか？これはですね、私見ていただきますと分かる通り、その車の業界のティア2と言われるところから、ティア1を経験させていただきまして、で最後はこのマグナシタイヤで、ティア 0.5、 いわゆる自動車メーカー様の開発をお手伝いするような立場にいたんですが、なかなかこのサプライヤー業界にいますと OEM に行くということはあまりないんですね。でここで初めてこういうチャンスをいただきましてですね、はい、ティア1から OEM の転職の機会をいただきましたので、ぜひ、行ってみたいなと。そこからですよ、ヘッドハンティング。今度の営業本部長として、で今度は、いよいよね、はい、ジャパンの今度また営業本部長、はい、そしてすごいなと思うのは1年で社長ですよ。本当ですね。何なのこれ、何なんですかこれ、これ1年ってさ、この経歴だから、ね、入って1年で2年で社長ですよね。そうですね、自分で見てても少し経歴面白いなと思います。はい、今の時代に逆行するように EV からですね、はい、最後は排気系という、そうなんですよね、はい、なんかこう相反する感じが、ね、はい、しますよね。いや、でもいや大したもんですよね。はい、いや大したもんですよ本当に。うん、多分これテレビを見てる皆さんが、あ、トヨタの、下請け業者っていうかね、はい、下請けの工場でマフラー作ってるとかっていうふうに思ってる方多いと思うんですよ。電気系とも。それがこのそれこそテレコさんみたいな全く関係ない企業があるわけじゃないですか。でそれっていうのは売り込みをするんですか？おっしゃるとおりですね。私どもの利点というのはですね、グローバルサプライヤーということもございまして、その日本に限定されず、アメリカですとかヨーロッパ、さまざまな気候が違うところのですね、市場をよく理解をしているところがございまして、ご承知のように日本メーカーさんも非常に今グローバルな活動をされていますので、日本だけで売るんではなくてですね、ヨーロッパで売るときにはどういうその規制であったりですとか、どういう味付けが好まれるかということをですね、私どもはよく承知しておりますので、例えば、はい、トヨタと日産とか、三菱もそうですけど、はい、そういうところからオファーが来ますよね、例えば来たとして、はい、逆に売り込みに行った時に、あんたのところトヨタやってるでしょっていうふうにトヨタさんにいくらで卸してんのとか、はい、それトヨタさんより安くしてくれるのとかっていう、そういう駆け引きもあるんじゃないかと思います。おっしゃる通りですね。ただ私ども、もう古くからですね、いろいろなメーカー様とお付き合いをさせていただいていることの裏付けには、やはりそのメーカー様の秘匿はきちんと守っていくという、そういうところがあるんだと思います。その中で、広く知識をグローバルで得ることによって、例えば私どもの中でヨーロッパ標準とかアメリカ標準というものを設けてですね、そういった知識についてはシェアをさせていただくんですが、そこはニュートラルですね。はい、おっしゃる通りです。全世界で、マフラーに関しては4台に1台は弊社の製品がついておりますので。あ、そうなんですか。はい、
ですので、そういった意味では本当に標準的なマフラーとしてですね、捉えていただいているということだと思います。それ社長、その4台に1台っていう理由って一体何ですか？はい、これやはり私どもが古くから刻んでいた生産拠点の展開だと思います。やはり工場ってことですか？おっしゃる通りですね。マフラーって非常に大きいもので、まあ、中空洞ですから空気を運ぶようなものですので、なるべくそのメーカー様の工場の近いところで生産をすることで物流費を抑えるという効果がありまして、まあ、私どもの世界に工場を、まあ、200工場以上設けておりますので、まあ、どのメーカー様のどの地域でもほぼ私どもの工場がお手助けさせていただける。今回の収録に協力してくれたのは埼玉県坂戸市の車屋さん、アヘッドさんです。はい、まあ、中古車はもちろん、新車の販売ですとか車のカスタムチューニングもトータルで任せられるんですよ。おいいね。はい、そういう店なんで、はい、まあ、車好きあるいはそうでない方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。これ見てるとさ、社長苦労したのが1年もないじゃない。なんかトントン拍子でこう、いや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 、土屋さんと一緒だよ。ね、俺は言ったじゃない、オープニングで。俺は苦労してるんだから。知らないって。そうですね、やはりその日本にこう生産工場を持つというのは、まあ、このテネコ社にとっても悲願でありまして、なかなかこう外資系がですね、日本の土壌で戦うというのは非常に難しいことがあるんですね。でそれを乗り越えた、本当に私どもテネコジャパン非常に長い歴史はありますけども、それを支えてきた社員がですね、コツコツとその技術を積み上げて、その日本市場で必要なことを研究開発されて、土屋さん見ていただきましたけども、はい、まあ、そういったものがこの20年30年という積み重ねでですね、やっと今花開いたと。それこそ今車って どのメーカーも海外で作るじゃないですか、うん、タイ生産とか、はい、その方が安くなるし、その逆になんかね、外資系の方が日本に工場を持ってくれるっていうのは、日本の雇用にもいいですし、これはすごく日本人としては嬉しいですよね。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。